ルスルーエ生まれの現代音楽の作曲家。ドイツの同性の作曲家に、カールスルーエ音楽大学の音楽理論の教授で、人知学系作曲家のペーター・ミハイルリームと、フランクフルト音楽大学で作曲と音楽理論を教えていた、ロルフリームがいる。高校を卒業する以前から、地元のカールスルーエ音楽大学で、オイゲンウェルナーフェルテに作曲と音楽理論を指示。 1963年に最初の作曲。この頃から頻繁にダルムシュタット歌詞現代音楽講習会やドナウエスンゲン音楽祭に通うようになる。1973年にはケルン音楽大学のカール・ハインツ・シトックハウゼンに支持するが1年余りで離れ、1974年からフライブルク音楽大学のクラウス・フーバーに支持。これら支持した作曲家の他に、 ヘルムート・ラフヘンマンや、モートンフェルドマン、ルイジ・ノーノなどを手本とし、本人の思考は、多種多様である。この頃までに10回余りの作曲コンクールに入賞、ほどなくして、母校のカールスルーエ音楽大学で教え始め、間もなく、教授に就任。クラーニヒシュタイン音楽賞を、ピアノトリオ見えざる情景で受賞した後は、ドイツ国内からの移植が殺到し、 これにすべて答えるという離れ技を披露した。クラウディオ・アバドが第1回ウィーン・モデルンにおいて、ノーノやジェルジー・ゲティと並んで、リームをテーマ作曲家の一人に選び、ウィーン・フィルハーモニー還元楽団で新作を初演した。その後、アバドのつてで、ベルリン・フィルハーモニー還元楽団のコンポーザーアインレジデンスに就任した。現在はドイツ国内のみならず、 世界中の楽団からの移植を受けている。現在の創作ペースは若い時ほどではなくなった。2021年1月31日までに401プラス11イコール412曲を初演させた多作家。そのほとんどが楽器や歌とはじめとする生楽器のための音楽であり、純粋な電子音楽は存在しないがテープ音源は使用している。 数十分を要する作品も一曲と数えられているため書かれた楽譜の総ページ数は膨大である。インストラクションを必要とする特殊奏法にはほとんど興味を示さないので使われることは非常に稀であるが、コントラバスチューバやコントラバスクラリネットなどの珍しい楽器を用いることもある。1970年代から作曲を教えており、 近年は審査員活動や更新への賞の授与などで、頻繁に名が見られ、国際的に成功した弟子には、ヨルクビト・マン・ダーフィト・フィリップ・ヘフティ、マートン・イレシュレ・ベッカ・サンダースらが含まれる。2018年には、ルツェルン・フェスティバル・アカデミーの作曲講師を務めた。ありがとうございます。